you
Spider out! Spider out! Cannon!
I can't believe that!
Round two, fight!
お疲れ様です。こんばんは。はい、ちょっとどうなんですかね、音的には入ってるのかな。入ってそう。もう少し近い方がいいかもしれないです。あれ、入ってる。なんか台風にもかかわらずゲートなしき、はい、たくさんの人が来ていただいて、していただいてます。今日も無理やり大会を開こうとしております。開こうと思います。今日はちょっと複雑な特殊ルール、特殊ルール、はい。ちょっと俺がカイジとか好きなんで、カイジ、はい、そういうルールで、はい、トランプを4枚持ってまして、はい、スペード、クラブ、ダイヤ、ハートを1人1枚持ってると、はい、で、そのカードごとに使えるキャラクターが決まっていて、はい、そのカードを使って、まあ、例えばですけどスペードであれば、竜、ホンダ、ブランカ、ガイル、そうですね、9キャラでセレクト画面上にいるキャラ4キャラ、はい、クラブが9キャラの、クラブは9キャラの画面下にいる方、下段にいる、はい、剣、チュンリー、ザンギ、はい、ガルシム、でハートが四天王、四天王、ダイヤがニューキャラ、ニューキャラ、ね、はいはいはい、とかでそれをお互い出しながらそのカードで使えるキャラを使って、はい、まあ、対戦して
勝つと相手のカードがもらえる、もらえるとみたいなことを繰り返して最終的に7枚ゲットした方が1位通過で、そうですね、2人ずつ抜けるまで実施します。はい、最終的に抜けた2人で決勝を行います。また0枚になってしまった、人に関しても、その時点で敗退ということになりますので、地下室送りと、地下室送り、はい、利根川、はい、デートな式で、デートな式で懲役10年20年、はい、ちょっとあれですね、ゲーム画面だけ見てると何が行われてるか分かんないんですけれども、まあそうですね、ちょっとそこもうまく実況できたらと思いますが、はい、伝えるようにしながら、あのキャミーステージだとあの鉄骨あたりみたいな感じになるんですけども、なりますね、ブレイブマンロードになりますね、実は歩いてたらあの実は電流が切れてたみたいな、ギブアップギブアップとで、はい、順番にそろそろ、そうですね、じゃあ第1試合が、第1試合、カーシムさんと金子さんがお互いにハートを選びました。ハートは四天王、キャラは決まったようなので、それでは、おっと、カーシムさんがサガット、金子さんがバイソン、それでは、あ、逆ですね、カーシムさんがバイソン、金子さんがサガット、それでは令和元年10月11日、細道、始めていきましょう。色が四季のカラー、おっと食らってしまって、これは序盤にサガットは体力を取っておきたい、ゲージが溜まるまでがサガットの課題か、あっと投げ返す、投げ返すか、投げた、反応ができている、だがカーシムさんもカウントを使ってじっくり、もうスパコンが溜まってしまった、これはかぐってしまうが、おっと1ヒットで終わった、安い、おっとあんのが、投げ返す、おっとタッチシューパン使って、あと2ドットか3ドットぐらいあるぞ、ゲーターン下タイガーが飛んできた、あるぞ、これはカーシムさんの四天王カードが開幕コパン、あーっと手が長いのでグランドタイガー当たってしまう、投げる、ヘッドで受けたが、もう立ちだけうまい。立ちシューパン、いやー、きつい、ヘッド、もうスパコンがあって、パナス、まだあんのか ?2 位?裏に出た。ヘッド、あー、コパコパ、もう0ドットだ。ダイヤシー、下段だが届かない。アッパーか、投げて、あるのか、あるのか、いやー、グラウンドが早い。いやーどうだこれは、開幕立ち受け、立ち受けで歩したがジャンプ攻撃が痛い、下段大足減ってる、あピヨってしまう、減りすぎ、勝ったのはカーシムさん、お互いにハートのカードを出して、カーシムさんは2つハートのカードをゲットいたしました。続きましてエクスパーが誰かを指名する形になります。開幕から結構きついカード当たりましたね。現在の時点だとカーシムさんが5枚、金子さんが3枚、エクスパーさん誰でもかかってこい、まあこれはドカタさんと目が合いそうなのでドカタさんですね、これはドカタさんいきますか、おここでヒロポンさんの、これ序盤はまだあれですね、カードみんな全種類持ってるので、はいはい、ちょっと、はい、そうですね、投げたら被せようがない、ある程度絞れてきたら被せられる、まあでも4キャラいるので、そうですね、最終的には完全な被せにはならないんですけど、そうですね、
まあいろいろ使える人は例えばですけど、はい、裏の裏読めますよね、その中でも。あ、カード決まったみたいですね。はい、お願いします。エクスパーがハート、ヒロポンさんがクラブ、エクスパーが四天王、ヒロポンさんが下段の旧キャラですね。ケン、チュンリー、ザンギ、ダルシム。じゃあお互いにキャラを決めたら申告を。ただこれちょっと若干読めますよね。例えばエクスパーはちょっとそんなにためキャラ使えないので。そうですね、まあ、サガットあたりが怪しい。あ、はい、サガットダルシム。ヒロポンさんダルシム使えるんですね。すごいですね。これ多分ヒロポンさんが、まあ、四天王、エクスパーが四天王の中で使うならサガットであろうことを読んで、まあそうですね、ダルシムを被せた形。エクスパーがタメキャラ使ってるとこあまり見ないので。そうですね。はい、それではじゃあ始めてください。1P 側がエクスパーサガット、 2P 側がヒロポンさんのなんとダルシムを使える。ダルシム使えるんですね。ちょっと見たことはそんなにないんですが、ないのですが、どういうあのドリルで立ち回れるんでしょうか。おっと、これ難しいですね。いいが飛んでるぞ。カードしてる段階でちょっと、そうですね、分かってない感じはあります。あれはなんですかね、引き中継ですかね。まあスライディングで全部。ああなるほど、そうですね、はい。お、意外スライディングはレバー前に出ないといけないので。そうですね、慣れるまではこう体が反応しないんですよね。そうですね、ドリルといい、レバー後ろといい、前といい、おっと、いい連携だ。届く、下がった低空なのでジャンプだけが当たりやすい。おっと、スナイパー、あーっと、意外といい勝負ですね、はい。あーっと、これはエクスパーがスパコン放しそうな気配が。飛んで飛んで、ガードしてガードして、スラストをこする。いやー、発生が早い。そしてサガットの足が遅い。足遅いですね。投げ間も狭い。バッタになってます、エクスパー。バッタになって、だがヒロポンさんもバッタをガードし続けている。あーっと、アバカ置いた。ちょっと遅いとあれは食らっちゃいますね。おっと、投げてあるのか。あーっと、画面端、どっちもピヨリそう。あー、意外といい勝負。あんなに投げられたのにサガットの方が体力ありますね。アパカー、エクスパー昇竜。遠まで飛んだ時はシャガパンを置いておけば。そうですね、重ねが遅れるとアパ着地アパカをもらいますが。そうですね、おっと、これはスナイパー。勝ったのはヒロポンさん。ヒロポンさんがハートのカードゲットして5枚、エクスパーさんが3枚。続きまして、金子さんが指名、金子さんが指名したのは四季の番人セロテープさんが、早速こうハートない金子さんに対して言葉巧みに心理戦を仕掛けていく。まあし、おっと、ここで心に揺さぶりをかけて、心に揺さぶりをかけて、セロさんが一人でいろいろ言っているが、お、金子さんはもう躊躇せずに出した。どうせ DJ と言っていますが、セロさんは何を出したのか。それでは同時に開いてください。オープン。金子さんがクラブ、あれとの声が。そしてクラブ、クラブ、旧キャラの下段ですね。これはセロ様読み違えたようです。これはキャラは決まったでしょうか。やっぱりそうですよね。金子さんがクラブを選ぶということはチュンリーの可能性が高かったのですが、チュンリーが来て
セロ様はストレートにザンギ、 DJ 呼びのザンギでしたが、ここで下がり気候が強いこのメスがやってきました。開幕はこの中足と弱気候で、この気候がですね引っかかりやすいのと、チュンリーの下がりが異様に速いのと、相打ちが取りやすいんですね。あと中足も速い。立ち中盤百列暴れ、千列いっぱい一回打って、もうとりあえず打っとけみたいな。あっと、なんかおー潰して投げる、だダブラリが当たる、当たるのか、吸って、死んだか、死んだ、死んでしまう。今ダブラリよく当たりましたね。開幕はダブラリが迫ってくる、引っかかってしまう。アントビから、おっと中足がちょっと遅れたか、ダブラリが回っている、目の前でぐる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 、対空機構が、機構ガードガード、一発当たるとちょっと厳しいか、中足強機構、パッシュ受け、これ結構いい勝負ですね。バニーが漏れて、漏れたんじゃないな、今読みですね多分。バニー、バニー、バニーで機構が読めれば、おっとこれはめくりくるぞ、ガードしたが吸われて生きてる。おっと着地ダブラリ、戦列が出ている。カウントが15カウントになって、ゲンキックが当たる。おっとゼロドットだが、バニーが早かった。しんどけ、金子さんが、私が知ってる金子さんよりよっぽど口が悪いですね。ゲンがダイヤシ相打ちになる。百列ダブラリが迫ってくる。ダイヤシ垂直ジャンプ、中足中足安全、結構いい勝負だぞ。中足、おっと逃げたいが食らって画面端だぞ。戦列暴れて裏に回ってる。大ケース、いやー読まれてましたね。ここでセロさん渾身のドヤ顔、セロさんがクラブのカードをゲットして、ザンギが2枚、これはにっこり。続きましてドカタさんが指名、現時点、あ、はい、指名いきました。さあ、あ、あ、さあ続きまして、あ、ごめんなさい、川島でーす、こんばんは。さあ続きまして、ハク君とドカタさん。さあ、ハク君がダイヤ、ドカタさんがクローバー。さあ、ハク君がキャミー、さあ、ドカタさんがキャ、あ、剣ですね。さあ、ハクキャミー対ドカタ剣、剣キャミーはどうでしょうか。いい勝負だと思いますけど、まあ、竜ほどね、キャミー側がまあきつくないかなって感じですけど。さあ、ただ剣には昇竜があるんで、置き攻めね、結構難しいですね。さあ中足中足、さあスパイラルアローで、さあ中足シャカシャカ、スパイラルアロー。さあ、あのスパイラルがね、一瞬遅らせるだけでね、ほんと期待値が大きい。そして間合いによっては、ガードされても安全なね、ガードのされ方もあるんでね。さあ逆に剣側としては、波動は結構ね打ちづらいですね。あーっと、もうキャミー側がガンガンいってます。さあ最後は、何でしたっけ、スパコン名前忘れちゃいました。さあ勝利したのはハクくんですね。さあドカタさんがさっき指名して、今ハクくんが出たんで、さあ次はハクくんの順番。さあ今度はハクくんが指名、さあ誰を指名して、
そして自分は何のカードを切っていくのか。さあ示したのはヒロポンさん。さあヒロポンさんはいろんなキャラクター触るんで、さあ何を出そうかなと。さあ 1P 側がハクくんで、 2P 側がヒロポンさん。お、2人ともカード5枚持っていると。さあどちらかが勝てば6枚になる。さあカード出揃って、さあハクくんがクローバー、さあヒロポンさんがハートですね。さあハクくんがチュンリー、ヒロポンさんがバイソン。さあチュンリーバイソン、ハクチュンリー対ヒロポンバイソン。そうですね、勝ったら6枚になります。さあお互いにカード5枚持ってる同士。さあ開幕攻めていくのはハクチュンリー。さあ百列が機能しまくって、さあ置き攻め背中蹴りから壊し投げ、さあ背中蹴り壊し百列ガードしているが、さあバイソンが体力じりへん。さあ先列がカス当たり背中蹴り、嫌な技だなあれ。あれバイソン側ね、もうヘッドでまあ頑張ればね抜けれるか当たるかどっちかなんですけど、ただヘッドね本当難しいスリバスで出すね。さあ今度はヒロポンさんが攻めていって、あっという間に体力があと1割弱。さあここはうまい、ハクが切り返して戦列をぶち当てて、さあお互いにさあスピバーが漏れて、ヒロポンさんはしっかりしゃがみダイパン。さあハクなんか漏れちゃったみたいですね。スピバーあれね漏れちゃうんですよね、歩き中足とかやろうとするとね。さあ気候圏気候圏分かってますね。さあ背中蹴りコパンスカシから投げ、うまいな。さあコパン当て投げ、圧倒的でしたね最後は。さあこれでハク君がカード6枚になりました。さあ逆にヒロポンさんは4枚に減る。さあ次の順番セロテープさん、さあ指名チャンスですよ。さあセロテープさんは誰を指名していくのか。さあハク君帰ってきたんで変わります。いや私はもうお腹いっぱいなんだよ。いやここはやっぱ式で一番竹原使えて面倒くさいカーシムさんがやっぱり。ここで次指名するのはセロさんが、セロさんがセロさんがエクスパを見ながらエクスパとやる。エクスパは現在3枚かな。エクスパが3枚、セロさんが5枚。セロさんが金子チュンリーに勝ったので残機が2枚使える。そして対するエクスパーはダイヤを失っている。ダイヤじゃねえな、ハートだな、クローバー。エクスパーは新キャラですね。セロテープさんは2枚持っているクローバー、旧キャラの下段キャラを出してきました。お互いのキャラは、キャミーザンギ。おっとこれはエクスパ、オッケーオッケー、エクスパいけますよ。これはエクスパがキャミー、セロテープザンギ。ここで安直にクローバーを出したことによってキャミーが出てきてしまう。開幕で怪しい。これはキャノンが出ない。汚ねえぞと一言。おっと当たる、
じゃん、垂直ジャンプだけ。キャノンが大事だが、この組み合わせ。おっと、走った。あの距離で。おっと、アローが急に飛んでくる。これはエクスパー節だ。垂直ジャンプ台形。おっと、早出しのジャンプ中継。あ、ジャンプ中盤。これは強い。おっと、キャノン出て。垂直ジャンプ台形。もうこれしかしない。おっと、これ完全に、セロさんがヒールになってますね、これ。おっと、急に飛んでくる。これがエクスパー、エクスパー、アロー多い。ロケッティアがうまいぞ。アローが飛んでくる。これしかやらないけど、投げてくる。またこれ、さすがに吸って。だが、キャノンだろ。ダブラリーめくられるが、ガードしてて。吸われるが、これ距離離れてしまうんですね。おっと、エクスパーキャノン出さない。えらいぞ。ミドルが当たる。中足も当たる。あーっと、大足空振って。キャノンが、あー、大足体育。ダイヤシタイクが使ってしまった。結構いい勝負なのではないか、これは。キャノンが出したい。だが、これザンギー置き攻めいけないですね。おーっと、今座れそうだったが。キャノンが欲しいが、タッシュパンでも良い。あーっと、座れない。あー、これは死んだか？投げられる。ダブラリが出ない。セロさんが焦ってるぞ。エクスパー、これ上を見ていきたいところですね。言うな中足体育エクスパーはでも、おっと前ジャンプ中盤早出しが機能してますね。おっとスパコンで逃げて、かくらない。やっと、なんか飛んでるけど投げてる。せっかくゲットしたザンギがいるクローバー隊を1枚減らしてしまいました。で、これセロ様はリセットして、エクスパーは4枚になりましたが、クローバーが2枚。ヒロポンさんが、ドカタさんを指名して、お互いに3枚ずつか？ヒロポンさんがクローバー、ドカタさんがスペード。おっと、ドカタさんのメインキャラがいる、スペードを切った。ここでヒロポンさんがリュウダルシム、あ、ダルシムで、ドカタさんがメインキャラのリュウを出してきた。リュウダルシムは厳しいが、だがドカタさんはメインキャラなので意外といい勝負なのかもしれない。おっと、竜巻が空振ってピヨってしまう。投げ、これが結構減るんです。画面端が中盤固めて、ドリルが届かない。おっと、惜しい。竜巻、これは立ち中盤、ドリル対空ができる。お、シンクあんのか、めくりたいが。おっと、垂直昇竜空振って果敢が取れない。あーっと、垂直してしまって、おっと、OK、おっと、これは次でピヨるか。ピヨった、安いが大丈夫。投げられて、すら裏めくりすらっすね。
画面端が入れ替わって土方さん、ここ丁寧に行きたいところだが、おっと垂直はガードしたかったが、垂直は誘い真空、土方龍は生き残ることができるのか、垂直じゃなくてガードしたいところ、まあまだ前ジャンプの方が、これは波動を打っていきたいところ、相手にドリルを出させたい、飛んだが対空ができる、竜巻、あ引っかかってめくり竜巻第5、おっといい勝負だ、スラスト暴れが早くて昇竜トンネルが冷静に対処、真空は避けられる、大足あるのか、竜巻あるのか、下段ガードしてる、スーパーバレファイヤー、ドカタファイヤー、手が伸びたところにファイヤーが出ていた、ドカタさんの竜は守られました。いやー今のはファイヤー打ったの、強気にファイヤー打ったのは偉いです。続きまして カーシムさんが違います、私が指名されていやーこれは熱い読み合いが始まる。さあカード5枚のカワシムに対して指名されたハックがカード6枚なので、これに勝つと1位抜け、ハクさんがスペード、さあリュウ DJ かな、あ違う、さあリーチがかかってるハクくんがメインのキャミーで来るのではないかと読んで DJ をかぶせに行ったが、その裏をかいてリュウを選んだった。さあめくりだが分かっていてもカワシム DJ はかなりの強さ、そうバット、さあめくり今度はガード、もう一回投げて画面端、着ばからの、おっと飛びがちょっと早かったか、根元で当てて正面から、おっとソバットは前段ガード、さあ真空を持った状態で台足、おっと削りの真空が出なかった、無理やり飛んで投げた、さあちょっと冷や汗だったが勝ったのはカワシム。
ここでカーシムさんがハックから1枚取って6枚リーチ。カーシムさんがこれは最速できんか。5枚です。エクスパーはエクスパーさんが指名したのは四季のアイドル、ドカタさん。ドカタさんは、おっと迷わず選んだが、エクスパーがダイヤ、ドカタさんはハート。ドカタのハートを見せつけることができるか。ドカタハートは、せーの、エクスパーキャミーとドカサガット。まあドカタさんのサガットは想定内、エクスパーキャミーもまあ想定内。もうこれはグラウンドタイガーを打ちまくりましょう。なんならあのコパンで隙を減らしましょう。タイガー、タイガー打ちタイガー。あと、あ、安いか。あとグラウンドが確定したが、結構いい勝負なのか。グラウンド打ちたい。アーパーか。上は出るんです。これは意外とエクスパー、このドカタさんのサガットやりにくいかもしれないですね。そうですね、上の精度が良ければ。おっと、なんか打ってた。これはファンタジー。エクスパー今日まだ使ってないですかね。あ、確かに。あ、いや、サガットを1回使いましたね。あ、サガットもありましたね。だが今日はキャミーめっちゃ使ってますね。このキャミー、エクスパーのキャミーはマジカル垂直する。おっと、スカッターが、今のはピオコン入れられた。中足大パン上タイガーですね。ドカタさんが心臓、ハートを失ってしまう。エクスパーがハートをゲットして、続いて指名するのは金子さん、セロさん。これはセロさんに、セロさんに恨みがあるようだ。セロさんが、セロさんが揺さぶりをかけて、セロさんは5枚、セロさんは4枚、金子さんは2枚3枚。セロさんに金子ガイルが迫ってくるのか。これは S サガットか。出して、それではオープンお願いします。セロさんハート、金子さんスペード。これはガイルだ。バルロクか、バルロクか。サガット、セロさんが手元を確認。わしが出るのは 2P じゃと。それでは 1P 側、金子さんのもちろんガイル、セロさんがアイグー、音が鳴りました。だが相手はメインキャラ。おっと、そばとなんか出して。痛いぞ今のアパカは。間に合いそうだったが、あーっとか、うまい。今なんだ、今あれか、ムエタイソニックか。めちゃくちゃうまい。おっと、引っかかってあんのか。バックジャンプ硬いぞ。ジャンプ台系が早い。おっと、今なんか間に合いそうだったが、意外といい勝負。あー、飛びが、台足が遅らせ台足。
タブ、されどもエスサガット。ジャンプ台系が痛い。裏剣確定。前そばうまい。これがガイル使い。あ、今2位が何かと当たって。ジャンプ台系、相打ち OK。中足。これは打って変わって金子さんがペースを取り戻す。開幕はアパカが痛い。垂直立ち受け、うまい。立ち受け使い方分かってます。これはグラウンドが前そばが届かない。裏剣アパカ、これは金子さんが我慢強くいっているが画面端投げは垂直。アパカが出る。金子さんの悲鳴がとどろく。まさかの下克上か。これはセロさんが6枚になって、セロさんが邪悪なキャラで勝っていく。続きましてドカタさんが指名する番ですね。ドカタス、セロさんが、ヒロポンさん、これは仲良し。さっきから、ヒロポンさんとドカタさんが殴り合っている。いやー、今ちょっとあれですね。めちゃくちゃ、いい勝負でしたが、セロさんが上を出していってダメージ量が勝ちましたね。やっぱりそしてステージが早かった。7枚溜まったら、あ、決勝、あ、決勝で選んだ。おと、バイソン竜、ヒロポンさんがバイソンでドカタ竜、これはよく見るカードだ。ハートとスペードをかけて、ドカタさんはさ、ドカタさんはさっき命からがら竜を取りの残したが、裏からこれはメインキャラ同士の対決になるのか。そうですね、これ負けた方ちょっと痛いですね。痛いですね。中和シャドウグラウンド、あん方さんは痛いですね。剣も持ってないので、ガシ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 空振って、ガシガシ、さあ最強のカードを出したが、相手もまたバイソンだった。そうですね、これは見誤ったが、ガシガシが中和し、中和シャドウピオルか。おーっと、竜巻投げがスーパーバレー。おーっと、でもた、おーっと、ファイ当たって、あっと、飛びが早い。これは、スイジャン、勝利を出す。中ゴス、中足、波動繋がってないが、波動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 。いや、今のは、強気に行きましたね。中足。これで分からなくなった。おーっと、噛む。噛むじゃないな、頭突き。グラウンド埋めたが我慢している。竜巻、これが強い。ダイゴスを中盤で暴れて、竜巻が分からなくて、こわこわ中足、わーっと気まずい距離、ぐーっ、昇竜が波動になって、これは体力は、体力は、おっと、引っかかる。ヘッドだよな、そりゃヘッドだ。ここで私が指名するのは、セロさんで。さあ、マイクはカワシムに変わります。さあ、ハク君が指名したのはセロテープ。さ
さあハックは4枚、スローテープ様は5枚。さあお互いカードはまだ出していない。さあどうしようかなと。さあスローテープさんがカードを出す。さあハック君はさあ決めました。さあ出たカードはハック君がクローバー、スローテープさんがスペード。さあ9キャラ同士の対決。さあハック君は龍剣、あ違うな、龍をホンダブランカーガイル。さあスローテープさんが剣チュンリーザンギダルシン。あ逆か。さあスローテープさんが龍、ハック君が剣。さあハック剣対スローテープ龍。開幕前ジャンプさあ投げたのはスローテープ。さあ画面端は発見。さあ画面端はきつい。さあ飛んで逃げたが、さあ大きなリード。さあセロテープ流どうやって殺す。さあ前ジャンプが空振って昇竜拳当たる。さあ強気に波動を打っていく。さあここは飛び、あ中足になんと真空を食らってしまう。さあ運がいいと言われていますね。さあ1本目はセロテープ流。さあ白剣はさあやりに行く。ああ空振りにファイヤーハード。さあ前ジャンプから掴みにはいかない。さあ波動拳。さあなんとか画面端脱出したい。さあ脱出してさあ勝利スカって、さあ竜巻でさあ烈波をぶっ放す。さあなんか波動拳打ってますねなんだこれ。さあ真空を放して、さあハック君がさあ勝利相打ち。さあダブル KO。 さあジャンプコパンで相打ちになってしまいましたね。さあ開幕はセロテープ流。さあ中勝利でしたね。さあ画面端、発見厳しいかこれは。さあ大足で切り返した。さあ昇竜はガード大昇竜だが、さあここは切り返してスローテープ竜が盛り返していく。さあガード大昇竜、お釣りがいちいち大昇竜っていうああ踏んで、さあ昇竜出れば逃げるがダメだった。さあなんとかあったのはセロテープ竜。さあ続きましては、セロテープさんだ、指名権があります。はい、ここでセロさんが6枚になって、セロさんがいっちゃっていいのか、 DKTA か、それともデキン DJ か。5枚以上はカーシムさん、エクスパー、ヒロポンさんは4枚。ここでセロさんはエクスパーを指名。セロさんはカードを出しました。エクスパー悩んでます。エクスパーこれはザンギか、ザンギなのか、ザンギなのか。エクスパーはエクスパーがダイヤ、セロさんがクローバー。これはエクスパーキャミーなのか、
ステロさんがさっきの残儀でキャミーに負けたのを思い出してセロさんがセロ読み合いをしていくここでエクスパートセロさんがキャミーしか使えないのか残儀なのかキャミーでダルシムでチュンリーが出てくるのか決まりました。これはキャミーチュンリー残儀を出さない。残った一つのカードでエクスパに揺さぶられて OKOKOK ここで残儀がやられたのが頭よぎって出てきたのはチュンリー。エクスパーはでもキャラ対はどうなんでしょうか。ジャンプだけ当たる。おっとこれはのらりくらりか、なんかわかんないけどタッチコパンタッチショーパンを振ってる。ジャンプあっと戦列出して、これは強しい強しい。着地キャノン、おっとアローが刺さる。いやそれはダメだ。めくりに行って投げて減るガムって、これはまだわからない。エクスパーがこの20カウントをどう使うか。歩いてくる、戦列が歩いてくる。あーた、なんかで、ね、立ち置きが交差した。これは見物だ。おーっと3段入らず。これジャンプ中パン引きつけないと潰れちゃうんですよね。投げてアロー垂直コパン投げる。エクスパー魂のガッツポーズ。セロさんが大事な大事なクローバーを失ってしまって、続きましてじゃんじゃんいきましょう。ヒロポンさんが指名、あ違うか、んヒロポンさんか。続きましてヒロポンさんですね、指名。ここでエクスパーがキャミーを出してきた。4枚です。ここで四季のアイドルドカタ出てきたのは竜がいないドカタ選手、そして剣もいない。あ剣はいるのか。おっとこれは剣か。ヒロポンさんがスペード、竜が帰ってくるか。ドカタさんがこれはクラブではなく剣ですね。これはワンピースビジャンケン龍剣です。ここでドカタチャンス、ドカタチャンスあるのか。ドカタの相棒は戻ってくるのか。そしてステージは早いステージ。開幕が第5ス投げで竜巻投げられて食らってしまう。ロケッティア昇竜空振らせてシュワシャドウ昇竜、大昇竜は安いかだが体力画面ともう押してんな。昇竜出る、あいい、なんかめくり高めのめくりやりよる。今のはでも昇竜削りでもよかったのかな。だが万事 OK。 これは大志が相打ちしてロケッティアに空達が飛んでくる。
ダイヤシアド、これは画面端が厳しいぞ。昇竜今度は出るんだぜと、シンク確定、やり返して、このドカタリュウは戻ってくるのか。昇竜はいい、落とし、昇竜で切り返して投げる、受け身がなくて昇竜空振って大足安尾、あーと画面押してるが飛んで大足ファイヤー食らって、これは痛い。アントビは昇竜で返したかったが大足竜巻、おっと投げられる。これでドカタさんの道着はなくなってしまって、じゃんじゃんいきましょう。カーシムさん、ここでみんなが見過ごしてきた6枚の男が回ってきてしまう。カーシムさんリーチで誰を選ぶのか。あー、6枚同士で戦うっていう手もありますね。おっと、カーシムさんがエクスパーを指名して、これで6枚同士の勝負。ここで、ここに来て急展開、どちらかが必ず抜ける。もしかしたらダブル KO が続いて両方とも失う可能性もなきにしも、そうしたい、もう俺たち的には。お互いカードが出て、エクスパーさんがハート、カーシムさんがクローバー、これはダルシムだ。ここでカーシムさんはやっぱりザンギも強いので、ザンギもおすすめしていきたいところ。ザンギなのか、ザンギ、ザンギあるのか、ザンギなのか。ザンギの可能性が、おっと、エクスパーガッツポーズ、バルログ、ダルシム。ここでエクスパーが散々クソキャラと言ってきたバルログが出てきた。これは邪悪なカードだ。おっと、これはカーシムさん、これは本気ですね。わーっと、これは投げはめなのか。下段ピオル、インフェルノ、痛い、死んだ。いや、まだ死んでない。あれはバク転で抜けられるのか。まだあるのか。いやー、ファイヤー、わー、ピオル、あー、ゴロゴロが見えていたが、さすがにメインキャラスラが、投げて、下段と投げの、下段と投げの、下段と投げの、テーラー出したいが、投げ返して、頭突き、痛い、あーっと、これは投げ返し、1抜けはカーシムさん。いやー、カーシムさんが1抜け、エクスパーが続きまして指名。やっぱりカーシムさん最後に取っていたのはハゲでした。そうですね、6枚あったらハゲですね。いや、私4枚ですよ。
エクスパーがヒロポンさんの枚数を確認して5枚。エクスパーも5枚、ヒロポンさんも5枚。エクスパーは即決でしたが、ヒロポンさんは エクスパーさんがダイヤスペード。それではキャラを考えてください。エクスパーが 1P でキャミ、 2P はヒロポンさんの竜。ここでドカタさんから奪った竜を使っていく。これは実質ドカタ竜なのか、色が違うが開幕ファイヤー、アントビをしてエクスパーキャミ侮れないですか。ダイヤシャイクうまい、小足ダイヤシ踏まない。おっとこれはリューペースか、中足が速いぞ。ファイヤーじゃ波動、中足画面端は、おっとダイヤシで切り返す、これは美味しい。画面端抜けれたのは美味しい。だがまた画面端が、おっと竜巻高め投げて波動シンクガードさせ、美味しいぞ。エクスパーは一ドットか、お飛んできた、あーとバックジャンプ昇竜中足早いですね。画面端がきついんですよね、なるべく体力リードした時に画面端に行きたいところ。踏んでここはしっかりアントビに行って投げる、もう一回投げる、投げ返して今度は画面端、ダイヤシが確定したのか、今のは壊しダイヤシ中足、今度は打って変わってヒロポンさんが取り返して、開幕はファイヤー飛んでくるのか、意外と冷静、中足これはつながっている。画面端が来てしまって中足が速い、アローが飛んできた、投げなのか、あっとこれは三段が入る、いい飛びだった。ここでドカタさんの竜が回ってエクスパーのとこに行く。金子さんがここで愛するセロさんを選んでセロさんに対する因縁が、ここで3連続ラブコールがかかってセロさんはちょっと表情に迷いが、金子さんダイヤ間違えて、セロさんが出したのはスペード。金子 DJ に勝てるキャラはいないねと一言は、これはここで金子 DJ VS セロテープ竜、そしてセロテープさんはガイルがいるスペードを選んでしまった。これはガイルを渡してしまうのか、ガイルを出してしまったが、ここは必死に守りたい。だがセロテープ竜も一筋縄ではいかない。黒人が飛んできて、おっと昇竜が出るんで、ここは踏ませる、画面端美味しいぞ。 DJ は画面端抜けるの結構大変ですよ。飛んできて今のは昇竜間に合ったか、飛んでくる、おっとめくりが、おっとスカって中盤ダイヤシうまい、シンクまあいいでしょう。これは意外といい勝負だ。おっとスラスラ飛んでくんのか、ダイヤシとスラが相打ち、これは天敵なのか。ガイルが帰ってくるのか、セロさんが
飛びを警戒して丁寧に打っております。飛んできて大野手うまい、おっと連続で飛んできたがこかせられなかった。だがリードしているのは金子さん、立ち上げ、おっと飛びがピシャリで真空吐かせた。今度は金子さんペースか、おっと今のは対空が難しいところ引っかかってしまう。エアスラ強気、あーっとこれはジャンプ台系直でエアスラ。最終ラウンドになって波動拳と言いながらしゃがみ中パンを打った。中パン、おっと食らってしまって、セイロさんきついか。画面を押してきたので引っかからせる、これは美味しいぞ。今のも昇龍が間に合ったか、昇龍飛びが遅かったので間に合う。中5数投げる竜巻、立ち台系はギリギリ届かない。おっと飛びがどうあー大昇龍がスコって大癒し、昇龍出ない。あーっと今のは昇龍が出てればいい勝負でした。ここで金子さんがガイルを、あーっと今の落としたかったがガイルが手元に戻ってしまった。ここにも続きましてドカタさん、ここにも手元に取り戻したいキャラがいる男、なぜかエクスパーが手を挙げている。やりたいエクスパーがエクスパーがロックマンリーチで、そうですね、エクスパーさん勝っちゃったらこのまま決勝で終わっちゃうので、いやでもエクスパーが勝ったらこのまま決勝になってしまいますね。ドカタさんも愛する竜を取り返せるのか。私は、自分は4枚です。おっと下克上、金子さんは迷わず何かを出したが、おっと、ドカタさんが、ドカタさんが金子ハウスに自殺をしに行ったぞ。これは DJ、これは弾の回転が求められる戦いで本職に挑んでいく。あ、どうも川島です。さあ、すいません、ドカタさんの DJ 対金子ガイル、これは何もやらしてくれない相打ち。ゼロドット中足体育、金子さんはタバコを吸いながら余裕の表情これはこれはこれは玉打ちなんで、そうですね、打っていかないといけない。いいのか、これは金子さんはちょっと教えてあげてるのか、これは教育してる、これ教育。おっとさ、ダブル切り返していく。おっとしゃがみ中盤いい選択、大足、おっと ありそうだった。あーっとやられてしまう。ドカタさんこれでカードが消滅ドカタさんが死んでしまう。そして私ですね、ドカタさん死んでしまいました。カード0枚になっちゃって、じゃあだ
セロさん何枚でしたっけ。ヒロポンさんは4枚。じゃあヒロポン…エクスパー時間ない。じゃあエクスパー指名して殺してあげれば。じゃあエクスパー指名してみましょう。じゃあエクスパーで。お、さあエクスパーを指名、はい、さあハク君が指名して、エクスパーはカード6枚、さあハク君は4枚かな。さあお互いにカードを出して、さあキャラクターはそろそろ竜を使いたいんじゃないかな。さあエクスパーダイヤ、さあハク君もダイヤ、さあダイヤ同士、さあダイヤはニューキャラですね。新キャラ DJ フェイロンキャミホーク。さあキャミーキャミー、さあエクスパーキャミー対ハクキャミー。さあエクスパー 1P2P 側がハクキャミー。なんかエクスパーがちょっと考えすぎたっぽいですねこれね。考えすぎた素直に竜で言ってもよかった気がするんですが、まあさあやっているのはハクキャミーが やってますね。さあそうですね、どうなる。グリーンっぽい方が、おっとジャンプ台系。あ、垂直に対してスパイク。あ、ちょっとよくわからない戦いですね、これね。これもそうですね、お互い飛び道具もないし上も無敵技が備わってるので、どういう風に攻めていくのがいいのか。さあガムシャルにコパンを振れるのはエクスパーキャミー。さあ釣りが安い。さああの技もなってるか知りません。投げてバックダブライゲン。さあなんか技が交錯し合ってね、よくわからない状況です。さあやりにくそう。さあ昇竜なんですからな体が細すぎる。なんだあれ。何をしたらいいんだろう。フーリガンが機能するんでしょうか。さあまた昇竜スカル。深めの飛び込みはキャノンが当たらないっぽい。なんだあれ。さあさすがに当たるが相打ち、つからせて下がって3段。うまいな投げ。さあ勝ったのはエクスパー違うではなくハッキャミー。ハッキャミー、そうですね、いつもねちょ色取られてるんでちょっと分かりにくいですね。勝ったのはハッキャミー。さあスパコンを最後ねじ込んでいきましたね。さあ次はセロテープさんの番ですね。セロテープさんの指名時間。さあ誰を指名するのかな。さあ先ほど金子くんを指名してなんかカードを読み間違えたとか言ってましてで、しかも負けてガイルのカードを上げてしまうというね。ここで先般セロさんがガイルを渡してしまって金子さんがガイルを持っているのでうかつに手を出しにくい。セロさんはそして選ぶのはヒロポンさんで、ヒロポンさんは4枚。4枚か。セロさんも4枚かな。4枚。なるほど、これは無難な戦いですね。さあ何を出そうかなと。さあセロさん、このままいったらひたすら金子さんはセロさんを指名するんじゃないでしょうかさあこのルールはあれですね、面白いですけど、はい、ちょっと待ち時間がね長い。そうですね、うん、ちょっと長いかな。ちょっと時間を設けたりしてもいいかもしれないです ね、うん、そうですね。さあ決まりましたか。決まりました。はい、ザンギベガ。これは
なるほど。これはさすがに。ワンピーがヒロポンさんのベガ。ヒロポンさんのベガが出てきて。おなじみの。四季の緑色の。これは確定だったか。あっと逃した。あとゲージを貯めていきたいところ。ダイヤシー、これは死んだか。まだ後ろがあるが、ミドル。おっと拾って、これはめくりに行きたいところ。おっとこれは確定。ダブル2がめり込むと確定してしまいます。近かったですね。今中ダブル2だったので、ショーだったら直投げ、画面端に行ってしまう。これは難しいね。おっと最後逃げて、おっとこれもかくってしまう。おっとダブル2 A 段だが埋めて、強気、うおっと拾って、スパコン溜まってあるぞ。カニカニ上から来るのか。あーっとダブラリー、ザンギスカイは見てる。セロテープさんがなんとこれで5枚になりましたね。カードね、セロテープさんが5枚。さあ次はヒロポンさんの番かな。ヒロポンさんがヒロポンさんがさあヒロポンさんがここでエクスパーは5枚です。エクスパーが5枚で、エクスパーさんを指名。エクスパーが出したのはスペードですね。お互いスペード。ヒロポンさんがスペード、エクスパーがスペード。さあやっと竜が出るか。竜なのか。竜竜さあ竜同キャラ。ここでヒロポンさん土方の力を宿せるのか。ワンピーがエクスパー竜、ツーピーがヒロポン竜。いやーこれはどうなるんでしょうか。色的にはね、水色の方がなんか強くなってますそうですね。だがオレンジは危険な色ですね。ファンタジスタ、何をしてくるかわからない。だがこれは土方さんから譲り受けた竜なので、土方パワーが宿っているはず。大パンが漏れて大足空振る。エクスパー真空が来そうで、来て来ました。おっと大足遅らせ、飛んできたが上が出ない。シャシャドウ上が来て、今のアッパーか。ロケッティア、真空が勝利で割られて、勝利で受けて、高めで投げる。あれね、真空で返そうとしてるとね、間に合わなくて投げられちゃうんだよね。勝利だったら間に合ってるね。はいはいはい、そうですね。まあ難しいところでしたが、中古数上を落としたいところですが、ファイヤー、ファンタジスタの動きなんでね、分かりづらい。飲みづらいし、昇竜が間に合ったが、何をしてくるかわからない。ゲーダー、あーっとなんだそれは、繋がっている。めくれるんだあれダイヤシスカってジャンプしてめくれるんだあれはエクスパーめくりですね。お互いゲージを貯めて、やっぱりどっちかが飛んでくる。お互い飛びをガードする。まだこの試合飛びを昇竜で落としておりません。昇竜、やっと初昇竜。高かったが真空、真空さあ真空お互い真空がゲージを使ってしまう。竜巻、これは予測したかったところ。難しいですね処理ね。さあ中コスー、エクスパーが6枚。
さあ続いてエクスパーの番ですね。さあ連続ヒロポンさんを指名していく、やりにくい、もう正直もんですねこれは。さあカードを出してさあスペードとクローバー、エクスパーがスペード、竜ダルシム、ヒロポンさんがダルシム、なるほど。さあエクスパー竜対ヒロポンダルシム、これはでもエクスパーさんダルシムを使ったことがあるの で、ね、ヒロポンさんの連動が試されますね。ヒロポンさんチュンリーも使えるんでチュンリーでも良かったかもしれないですね。ドリル確ってしまう。さあズマキ投げかくめくりすら勝利、なんで各班取りたかったが、おーっとこれは中ゴス、中ゴスはよく見ておきたいところ、中ゴス、中ゴスばっかだぞ。ここで土方さんがうまっと一言。さあエクスパーいつものポーズ、エクスパーさんが竜なのにヨガのポーズをする、判定のバックジャンプ立つまで、今エクスパーバックジャンプですね。あれは何ですか、バックジャンプ読めてるなら立ち台系とかですかね。あれ何もね届かないんですよ。あ、そうなんですね。じゃあちょっと間合いを小スラとかで詰めたりとか。中ゴス、もう中ゴスしかしてこないが全部食らっている。投げられてエクスパーが、エクスパーが大吉さん7枚揃ったそうで。なんかエクスパーが言ってるが、エクスパーエクスパーのカードはスペードスペードスペードクローバー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 、これはリュウリュウリュウダル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 か、剣なのか、ゲットできない。まあここで知ってる人は知ってると思うのですが、エクスパーはもともとダルシム使いなのでクローバーを持ってるということはダルシムという手もあるが、ただダルシムダルシムとなると攻めダルのカーシムさんが有利なのか。私は5枚です。はい、ありがとうございます。さあ決勝戦、エクスパーはクローバー、カーシムさんがスペード、カーシムさんが今タッチシューパンを振りました。カーシムさんホンダですか。ホンダです。お、ホンダル、エクスパーダルシム対カーシムホンダ、これは珍しいカードです。それでは決勝戦始めていきましょう。開幕100巻フレームに引っかかる、頭突き中盤の止める、おっとエクスパーうまいぞ、100巻落とせないがガードしている、フレームが置いてある、エクスパーできるのか、ここは無理をしない、逃げて頭突き当たる、おっと100
炸裂が、あーっとガードしてしまった。かわしも、こんなうまいですね。うまいっすね。器用ですね。開幕は重要。おっと、これは投げがかくってフレーム画面端はどうなんだ。ドリル痛いぞ。最悪の大一を避けられた。大一を避けられました。だおっと、しっかり対空している。エクスパうまいぞ。タッシュ系が置いてある。あれは何かが間に合うんだろうが無理しない。オープナイがスカシオイチョウが危なかったが、ヒャカン逃げて逃げて撃ったが、おーっとアユシ意外といい勝負なのか。エクスパがラウンド取り返す。開幕がおー何もなくて、エクスパうまいですね。フレームが置いてある。すら投げる、笑っている。邪悪だ。大一郎できるもんならやってみろと。あーっと、ススキがフルヒット、いや、ツーヒットだった。割り込めたっぽいですね。めくりからこれは投げ返し読みの100巻、100巻がぶち当たってしまう。さあ、決勝戦はカード消耗戦ですので、はい、使ったカードは没収されます。ですがエクスパーはスペードを使おうがクローバーを使おうがスペードもクローバーも潤沢にあるので、ただ3先川島さんがダイヤ、エクスパーがスペード、ほぼほぼエクスパーは、まあ、竜で行くかダルシムで行くかの2択っぽいところがありますね。そうですね。川島はいろいろ使えるぞ。間違えた。間違えた。エクスパリュウ対カーシム DJ。 エクスパはクローバーとスペードを間違えてスペードを出してしまう。投げ返されて受け身を取っていない。あー、中足が無情にも投げて、あー、壁から出られない。投げられる。3回投げられて死んでしまう。開幕はおっとエクスパー上り竜巻、足払い重ねると見せかけての波動昇竜。これをあと今のあたりマシンガンミスですかね。あーですね、なんかジャックになってましたね。そうですね、壊しマシンガンの壊しが話でジャックが出ちゃったんですね。真空使ってこれは、おっと、ダイヤシわかんないぞ。おっと、ジャッ、そばっとが漏れて、飛んでるが、もう、あのそばっとは多分スライディングカラキャンエアスラ打とうとして、あー、そうです。スライディングカラキャンそばっとになってしまった。よくやっちゃうやつですね。結構シビアなので、すぐ離さないと、おっと今のシャガチを押してれば潰れたか。ファイヤー、おっとこれはエクスパあるのか。カーシムさんはおそらくどっかで飛んでくるはず。そうですね、ただ安全な位置飛んでくる。あーっと溜まっている。めくりはガードしているがガード、いやーっと昇竜強気大昇竜、ゲージを吐いて体力をほぼ5分に持っていく。今のもミスか。遅らせて波動を打っている。おっとうまいぞ謎の昇竜。さあこれはギリゲージが溜まると踏んでの昇竜か。ふっと投げて体力がない。エクサ切り替えが早い。もう出している。ここでカーシムさんが2回勝って最後になってしまうのか。エクスパーはだがこの状況を楽しんでいるようです。ダルダルカーシムさんがリーチ。ここでエクスパーさんは満を持してダルダル、そしてエクスパーさんはヨガをしています。
これは経験値が違うのか、それともダルシムもファンタジーなのか。おっと投げ返して、もうこういう戦い、こういう戦い、受け身を取っている。おっとオレンジのダルシムエクスパー、おっとかくってフレームインフェルノーガードしている。ドリルチョップうまいな、さすがこの差ですね。上から来るドリルが結構強いんですが、それを幾度となく練習で落としてきてみます。上からドリル、ドリルの上からドリル、飛ぶ前に中足や大足を置いとくという手もありますし、はい、ドリル合戦、投げが投げ返して、投げ返してリードしているのはエクスパー。ドリル早出し、テレポで逃げて、あーっとこれはだが、おっとドリルがドリルで潰される。やっぱりどこまで行ってもドリル、ドリルですね。ドリルと投げとドリルと、これは意外とあるのかもしれないぞ。エクスパーフレームが長いぞ。ダークな笑いがここで出る。エクスパーがあーと、あーピヨるのか、ピヨりそうで、あー死んでしまう。勝ったのは川島さん、おめでとうございます。おめでとうございます。長いですね。お疲れ様でした。やらなきゃ長いけど結構楽しめたような気がします。そうですね、思いつきでやった割にはそこそこ楽しそうですね。ったような、ね、一大進行なんでこれ二大、まるで大きな大会、これあれですね、二大進行ぐらいでなんか好きな人と好きな人でマッチングして台が空いてたらどんどんやっていいぐらいにしないと。そうですね、もしくは先ほど言っていたチーム戦にしてカードを共有。そうですね、でもいや、いい試みでした。なかなか優柔不断なので決められないんですが、セロさんがはい、いろいろ提案してくださるおかげで本日も楽しくやることができました。だがこの邪悪なハゲが優勝してしまって次は誰が止めることができるのか。そうですね、また機会があったらこのルールもやってみたいかなみたいな。はい、いろいろ試して皆さんもぜひ来てくださいね。はい、ルールの持ち込みなんかも全然 OK なので、はい、もういろいろ提案をお待ちしております。はい、あと心配なのは電車ですね。そうですね、今日もそうですが明後日も動いてるのかどうか。そうですね、明日もしこの配信を見ているストキジの皆さんはストツやりすぎないよ。まあ明日デイトナ休みだそうです。デイトナも大山も休みなんですよね。あ、そうなんですね。まあ塀あたりにムズムズなって行きたくなって、塀も確か、あ、もうもうあれですね、多分日本全体的に休んでるんでしょうね。これでこれゲーセンやってたら頭おかしいとしか。ちょっとやばい。そうですね、頭おかしいですね。まあエクスパーさんがゲーセンとかやってたらワンチャン空いてそうですが。そうですね、あれバーサスがギリやってるんでしたっけ。確かバーサスがやってる。バーサスは明日やってるって言ってましたね。はい、というわけでエクサーの調整するとしたらワンチャンバーサスなの。ワンチャンバーサスか、まあ、基盤自宅にある方は、ね、はい、でも我々も電車があるうちに。そうですね、なんとかお家帰れるように。はい、残りの時間はの試合をして。はい、ね、ありがとうございました。お疲れ様でした。来週もお越しください。ありがとうございました。お疲れ様でした。